撮ってる、イエーイ、イエーイ、最高。もう一本飲んじゃおう。新チャンネル始まるよ。こんにちは、中西ちょいです。映すって言ってない。最後の晩餐、大好きなピザですか。やったー、ちゃんとじゃじゃじゃー、食べてよ普通。ラストピザ、すごい、さすが YouTube パイセン、 YouTuber パイセン、 YouTuber パイセン。耳までチーズのやつにして、すごい美味しそう。みんなでチーズ、イエーイ、パンパパパイ、パパパパパパパ、美味しい。お疲れ様です。乾杯。ありがとう、メジャーで測るの手伝ってくれて。いただきます。こちらこそ。気にせずに、うう、酒だ。え、でも嬉しい、しーちゃんと本当は私は、いや、もうめっちゃめっちゃカメラ意識して喋る。 YouTube 一本出る気やん。私の YouTube に一本出る気で喋ってますよね。レッドペッパー好き？あんまり、食べたことない。だからピザそんな食べないんだよ。デブになると思って、デブになると思って。おい、だからこれを今のしーちゃんを作り上げてるのはこいつです。そう、私ね、でもね、本当に自分で言うのはなんだけど、そんな食べないのよ、量を。うん、本当に小食デブ、本当に小食デブ。私っていただきます。いきます。プルコギー、いけいけ。デブが食べて、デブじゃない方が応援してる。いただきます。わー、似合う。CM 来そう。いいよいいよ、美味しそうだな。プルコギと、うん、なんだっけ、もちチーズ、うん、いや、これは出るよ。うまっ。え、でもこれ最後だからね、もうラストピザよ。そうね、もう50キロになるまで一生食べれないからね。うん、見とこ、うん、すごい、50キロって多分私より痩せてるよ。多分途中で、私の予想はもう毎日投稿やめたくなって、めちゃめちゃ走りに行くようになると思う。もう毎日投稿やだ、早く終わらせたいってなりそう。いや、怖い。それでなんか病んじゃって、うん、しーちゃんじゃなくなっちゃったら、あゆあゆ。いやいや、ほんと気をつけてよ。でももし病んじゃってもうダメだってなったのも全部お届けしようと思って。あ、毎日だから全部ね、うん、全部。うまそう。写真撮ろう。写真撮るって何？いい方法を教えてあげる。私がめちゃくちゃお腹空いた時はバックバック食べる人の YouTube を見る。最悪やん。もうでも食べたくなるやん。うん、だけどなんかお腹いっぱいなの、食べてるから。めっちゃモリモリ。そんなんできてたら太ってないよ。ダイエット中って何が一番食欲そそるかって、人が食べてるとこだもん。でもあえてそれを見んの、なんだっけな。あとは自分の目標みたいな女性を掲げて、私はトワイスのママなんだけど、うん、その人の動画を超見る。そしたら、あ、私もママになりたいってなって、憧れの人、お腹空かない、うん、お母さんが憧れの人。なんか違うのよ、憧れの対象がちょっと違う。お母さんも背中肉あるよ。同じような背中肉もうなってんのよ、お母さんには。やっぱ憧れちゃってんだもん、だって一番素敵な女性と思ってるもん。体型、体型で憧れを変えてください。おいしい。だってさ、パンにさ、ジャガイモ乗ってんだもん。炭水化物、炭水化物、最高。でも悲しいな、しーちゃんが痩せたら。なんで？笑えなくなるじゃん、もうだから。最低。本当に本当最低。本当に自分のお腹で人を笑顔にすることはなくなるけど、衣装さんも笑顔になるし、そう、ね、ファンの人も笑顔になるでしょ。楽しいな。運動好きだからいいよね、しーちゃんは。全然好きなん、大好きなん。嘘だってめちゃくちゃ行ってるんじゃん、ジムとか。デブだからだよ。嘘でしょ。やらなくていいじゃん、行ってないよ私。嘘、好きだから行ってんのかと思ってた。全然好きじゃないよ。そうなの。やらなくていいだ、やんないよ、そんなの。1ミリも動かない、ベッドから1回も動かない私。嘘、泊まりに来たらベッドから動いてなかった。動いてなかった。起きたかと思ったらすぐもうゲームしてたの。ベッドの上で、しかもベッドの上のまま。そうそう、なんか自粛期間とかもさ、ジムも行けないしさ、緊急事態宣言中仕事もすぐ減ってさ、急に仕事入った時なんか久しぶりに縦になったなと思ったの自分。ねえ、やばい。
子だったの。そんなもんや。そうなんだ。逆に違うの、みんなみんなそうだと思ってたけど、私だけ。この話を石尾さんにしたのよ。デートします、 YouTube 始めます、うん、本当にありがとうめちゃくちゃもう、ね、本当にありがとう。あんなキラキラしてるの初めて見た。コンサートを見てる目よりもキラキラしてた。私1年ぶりに劇場立った時があって、このコロナ禍で全然劇場立ってなくて、まあ、その間に太ったっていうのもあるんですけど、さらにその時久々に衣装着たらマジ入んなかった。スタートがさ、上がんなかったじゃん。上がってないまま出たでしょ。その時さ、衣装さんもなんか、うん、大丈夫かな、大丈夫かなって、かわいそうだった衣装さんが。常日頃着てないと忘れる、自分が太ってることを、うん、思い知るもん、着た時、あ、太った。だから自分もこう太ったなって思うけど、パッてしーちゃん見たら勇気づけられる。めっちゃいいやつやん。私太ってる方がいいんじゃない。絶対太った方がいいね。なんか幸せやん、衣装さん以外。そう、私はさ、ご飯好きな時に食べて幸せでさ、みんなもさ、しーちゃんより自分痩せてるってさ勇気づいてさ、衣装さん以外全員幸せやん。めちゃくちゃいいやつやん。いいやつ、最低のやつ。でもさ、確かにさ、お腹出してもウケないんでしょ、もう。あのお腹愛おしい。、うん、どうなんだ、一定数いると思うんだよね、そのだらしない体づけが。いると思う。そういう人とかはどう思うんだろう。今の私のファンにいるのかな。でも私のファンの人はみんな優しくて、うん、多分別に、うん、あんまり私のことをルックスで好きになった人はいないからさ。なんか私のところにもしーちゃんのファンが来るんだけど、しーちゃんのその顔が好きっていう人もいたよ。珍しいの、あんまりいないんだけど。でもルックス好きだったら多分もう今好きじゃないと思うよ、もう。衣装入ってないしさ、後ろ閉まってないしさ。でもそれが好きなんじゃない、もうこれが。じゃあキラはファンいなくなっちゃうじゃん。そうなのよ。こんな毎日頑張ってファンいなくなっちゃうの。少ないのに最悪だよ。きついからね、ダイエットってマジで。きつい。私も何回かこうなってる、ダイエットの時百発百中で病んでるよ、私。病んだらどうなの。もうジムのトレーナーさんの前でもう大泣き。なんでみんなはカフェとか行ってパンケーキとか食べて今日のアイスとか乗せてんのに、なんであんなに痩せてて、私はなんかささみとかばっか食べてこんなトレーニングしてんの。いや、もうトレーナーの気持ちよ。トレーニングしても結局これをしなければ太るんでしょ。今痩せるかもしれないけど、これを一生続けなきゃ痩せてられないってことでしょ。普通の生活ができないってことだ、私は。なんで私はこんなに太りやすい体質に生まれたんだって言いながらも大泣き。しかも痩せれば痩せるほど自分太ってると思っちゃう。これは本当に良くないんだけど、これダメだね。それ今はもう太ってるイエーイって感じや、うん、別に体型のことをあんまり意識してないからさ、うん、自分太ってるけど太ってることを悲観してないのよ、なんか。うん、うんうん、さ、ダイエットして痩せるっていう目標がつくとさ、自分が太ってることがどんどん気になりだすから、うん、今より痩せても多分わ自分太ってるってなっちゃうと思うね。それがちょっと不安だから、みんな支えてね、本当に支えてくれ、ね、コメント欄でよろしくね。あ、でも明るいデブ好きだな。いいな、太ってる、イエーイ、すげえ、最高やん、めっちゃ怖い。私は太ってるよ。みんな笑ってくれ。ってで、毎日楽しそうだもんな。いや、楽しかったよ。でもね、頑張るよ。頑張って。最後の晩餐終わりました。朝食。もう全部を食べるのが本当はいいんだけど、朝食タイムなので食べません。満腹です。満腹です。頑張って半分。なんで太ったんだ。みんなも一緒に頑張りましょう。頑張ってと思った方、私も一緒に頑張るって人いたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。ピザ食べたところ。いやいや、デブ。ピザ食べたところ。太っ、すごいデブよ、声。よろしくお願いします。マジで全部もう見えるもん、体型が。よろしくお願いします。取っちゃった、うん、全部の声。
マジで丸くなったな。でもやっぱりでも顔マジちっちゃいよ。私より顔ちっちゃい。バイバイ。